次に木内実委員、はい、委員長。木内さん、はいはい、自由民主党無所属の会の木内実でございます。本日はですね、TPP の問題について、そして2つ目は ODA について、3つ目はですね、日朝関係の今後について質問させていただきます。まず TPP について、お尋ねいたします。まあ、政府からもすでに発表されているようにですね、 TPP の交渉分野は21に及びます。で、21分野それぞれの交渉における懸念等も公表されているわけであります。まあ、にもかかわらず大変残念なことにですね、マスコミの報道ですと、何かこうあたかもですね、農業者対自動車産業という感じでですね、 あるいは開国派対鎖国派というふうに極めてですね、歪小化というか歪曲化とも言っていいと思うんですけども、されておりましてですね、そのたった一つの、その農業という分野に注目がいってですね、それ以外の20分野についてどうなっているかということは、残念ながら国民はあまりよく知られされておりません。むしろ TPP はですね、今までの国際経済交渉、例えばバイの2国間のですね、 FTA や EPA と大きく異なり、多国間で共通の取り決めをみんなで決めていくというですね、我が国にとってはかつてない大いなる取り組みでありますので、そういったバイの交渉とですね、マルチの交渉との違いということをですね、もうちょっと私は、国民が理解していただく必要があるんじゃないのかなと思います。そしてそれ以上に問題なのが、今回の交渉相手に米国が入っている点であります。私は常々 TPP は実質的に日米 FTA であるというふうに主張しておりますけれども、 TPP 参加予定国全体の GDP のうち8割9割が日米で占めているということは、まさにそれを物語っているのではないかと思います。さて本題に入りますが、日本のですね、 TPP 協定交渉参加についてアメリカからパブリックコメントが出たというふうに伺っております。まあ、いろいろアメリカにはですね、まあ、圧力団体というか、有力な団体がロビー活動を積極的に行っておりますけれども、その中でですね、米国で使用されている食品添加物を日本でも使用できるよう要求しております。で、 TPP 協定交渉の参加に際しですね、まあ、アメリカ政府がそういったアメリカの圧力団体の要求を受けて、日本の食品安全基準をですね、もっと緩くしろと、そういうことをですね、当然言ってくる可能性があるわけですが、もしそうなってきますと、当然ですね、我が国の国民の健康安全に大きな影響を及ぼす重大問題でありますから、もしそういうようなことが起きた場合、これは家庭の、問題ではありますけれども、その場合はですね、これは大臣もはっきりとですね、突っぱねると、拒否するという、そういうご姿勢でありますか。山口外務副大臣。後でまた大臣から大きなところコメントあるかもしれませんけれども、まあ、私の方から木内議員答えさせていただければと思います。まあ、私も実はですね、木内議員が言われるように、アメリカからいろんなことが確かに来るかもしれない、それは私は非常に注意深くバルブを慎重に開けなければいけないというふうに基本的にまず思ってます。それから今おっしゃった大きなところからまず言わせていただければ、確かに貿易、それから、まあ、我々円高もあるから通貨の問題とか大きな秩序が今問われているんじゃないかと思うんです。で、 WTO でなかなかうまくいかないから、まあ、ある意味でアメリカもじゃあ気の合ったもん同士でやるかということが一つの TPP の流れじゃないかと思ってますけれども、おっしゃる通り日米の比重がものすごく大きな格好になりかねないものですから、そういう意味で我々もアメリカがどういうふうに言ってくるかということは非常に注意深く見てます。で、今おっしゃっていただいたパブリックコメントの話、115出たようですね。で、ほとんどは大体いわゆる行為の安全については科学的根拠に基づいて国際的基準を守ってほしいとか、あるいはその食品添加物指定に関する制度を見直してほしいとか、それから残留農薬の検査の方も改善してほしいとか、そういうところが食肉協会とか、あるいは生乳生産者協議会とか、あるいは乳製品輸出連盟とか米連とかいうことが出ているのは確かです。でも我々基本的にはこういうものは、まあ、パブリックコメント、今アメリカでは検討されているところで、まだ必ずしも具体的なものは来ていませんけれども、 WTO とか SPS 協定で認められたものについてはきちっとそれは我々やらせていただきますというスタンスで考えていきたいと思っております。はい、木内委員。
今の副大臣からご答弁ありましたけれどもですね、やはりこれ牛肉の問題もそうでしたけれども、やはり食品の安全というのはこれは我が国国民にとってですね非常に重要な問題ですので、そういったアメリカの圧力団体がアメリカ政府に働きかけてですね、その交渉ベースで、そういったですね、まあ、無理難題と私は思いますけれども押し付けられないようにですね、外務省としても関係省庁とよく連携していただいてですね、その点、頑張っていただきたいなというふうに思います。で次の質問に移らせていただきますけれども、先ほど、まあ、副大臣おっしゃったようにその農業以外の分野もあるということですが、やはり一番私はアメリカが関心を持っているのは金融サービスじゃないのかなと思います。で特にその保険でありましてですね、米国政府が募集した TPP の日本との協議に関するパブリックコメントにおきまして、米国最大の圧力団体と言われております米国生命保険協会は、TPP の文脈における米国の日本関連主要目的は担保生命や共済に法制上または規制上の特権が与えられることのない対等な競争条件を日本の保険市場において確立することであるべきと、そのように述べてですね、担保生命共済をやりだめに挙げて担保生命と共済に関する競争歪曲的な政策法令及び慣行を除去しまたは修正することとかですね、担保生命と米国保険事業者との間で対等な競争条件が確立されるまでは新規商品等が担保生命から提供されないことを確保すること、こういうふうに言ってるんですね。私はこれとんでもない、ね、要求だと思うんですが、日本は当然こんな条件は飲めないと思いますが、例えばですね、我が国の担保生命は養老保険の提供のみ認可されており、まさに成長市場であるですね、第三や分野保険商品、まあ、端的にはがん保険ですけれども、これは認められてなくてですね、まあ、はっきり言うとアメリカにどうぞこちらでやってくださいと、これまさに日本の生命保険会社すると競争歪曲的な政策云々は、ね、日本側の主張になるわけでして、で特にがん保険市場について言及するとしますとですね、まあ、外資アフラックとかアリコジャパンとかありますけれども、日本市場の8割を占めているまさに寡占状態なわけですね。でまあ、政府が介入して是正せよとまでは言いませんけれども、日本の保険会社にとって日本市場がより適正になることは私は日本の国益に、反しないというふうに思いますが、さらにですね、このような市場不均衡の状況下で TPP に参加すればですね、すでに一部の分野で寡占状況があるその例えばがん保険市場がですね、さらに悪い状況に進んでしまうと思うんですけれども、その点について、どのようにお考えでしょうか。委員長。山口副大臣。私も木内議員の懸念については十分共有させていただきたいと思います。でこのまず事実の関係だけから先に申し上げさせていただくと、確かに115のパブリックコメントの中で保険分野について担保生命あるいはその共済と民間保険事業者との間での対等な競争条件を確保すべきだという意見が出ているようです。まあ、この間7日に局長級があり、その時には例示的に確かに保険分野のことが話題になったようですけど、詳しいところまで言ってません。また21日22日の課長級の実務者協議においても、これの時には個別の事項については具体的な要請はありませんでした。ただしおっしゃる通りに我々の仕組みについて全国的なネットワークがあるじゃないかとか、あるいはその株式の状況について今木内議員がおっしゃったようなことをかなり強く思っているようなので、我々はそれが出てきた時にはこの WTO 協定をはじめとする国際約束と間ではしっかり整合性ができてますということで我々はお答えしたいと思っています。はい、木内委員。はい、ぜひですね、今副大臣おっしゃったようなことをですね、はっきりとね、これはもうアメリカに申し上げていただいてですね、まあ、まさにその WTO との整合性についてのことでも含めてですね、はっきりとこれはですね、突っぱねていただきたいなと思います。でこれに関連してですね、近々発行する米韓 FTA ではですね、これ変額、これ質問じゃありませんので、ちょっと聞いていただくだけ結構です。米韓 FTA では変額生命保険や損害保険、退職保険などの新商品を販売してはならないと、既存商品を変更するにも金融監督委員会の勧告が必要である、さらには保険商品の限度額を引き上げる場合にもですね、金融監督委員会にお伺いを立てなければならないということになるそうであります。まさにですね、私の今申し上げた懸念がお隣の韓国という国でですね、現実的になっているわけですよ。ですからですね、日本において決してこのようなことがないようにですね、再度、お願いしたいと思います。でこの米韓の関係で言いますとですね、米韓
FTA においてはですね、いわゆる大変悪評の高いですね、ISDS 条項とかですね、あるいはラチェット規定などそういったですね、いわゆる独ソ条項などと言われているものが含まれておりまして、お隣の韓国ではですね、後になってみて、なんだとんでもないじゃないかと大騒ぎになっているんですけれども、これに関してですね、大臣のがどのようにお考えになっているのか、これはとんでもないというふうにお考えなのか、お答えいただきたいです。はい、山口副大臣。まあ、先に旧知事、韓国の郵便局みたいなやつ、私までだいぶ気になって調べてみたんです。そしたら日本の場合には郵便局っていうのはいろんな規制が他の金融機関と同じようにかかっているけれども、韓国の場合にはそれが必ずしもかかってないっていうところもあって、ちょっと弱みがあったようなんです。まあ、そういう意味で韓国の例にならないように我々よく気をつけていきたいなという気持ちもよく持っています。で、先ほどの ISDS とそれからラチェット、失礼、 ISDS の関係ですね、それをおっしゃっていただいたこと、これも非常に気にしているんですけども、韓国はシンガポールとかチリ等との間の FTA7 本があるようですけれども、そのうちの6本はこの ISDS がもうすでに入っていたということだそうです。で、あとの1本はEU との関係のものですけれども、これはEU のコミッションがいわゆるそれを受け、その投資委員会というものを設ける権限がないというところで入ってなかったようなんで、基本的にはもうすでに米韓の前からいろんなものに入れているようです。で、ちなみに、まあ、私たちはISDS 我々の身にどういうふうに関係するかどうかっていうのは、いろんな指摘もあることももちろんそうですけれども、いろいろ見てみると、まあ、我々の場合にはすでに、まあ、24の投資関連協定においてもいろいろ ISDS っていうのはもともと採用していると。で、その中で我が国が1978年以降にこの投資協定の中でいろいろ入れてきたその例の中で訴えられたことっていうのはとりあえずまだないんですね。で、それからこのアメリカがかかったものどうかっていうことを見てみると、このナフタがあるわけですけれども、ナフタができて約15年、その中でカナダとかメキシコがかかっているわけですけれども、大体は割ってみると年に1件ぐらいという感じのようです。したがって、まあ、そのすぐ ISDS ができてアメリカの例えば会社が日本の我々政府をバン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 訴えてくるかというと、どうもそうじゃないんじゃないかという気はしてます。ただしもアメリカの方でもそういうことが頻発するといわゆる乱訴というんですかね、乱れて訴えが起こってくるとやっぱり調子よくないなということで、そういうことがないようにしようというふうないろんなその配慮も今行われているようなんで、我々としたらこれからもしも交渉に参加する場合にはそういうことがきちっと確保されるようにしていきたいと思っています。求人一応、今副大臣おっしゃったようにですね、まあ、まさに乱訴ということはありますが、アメリカはどちらかというと訴訟国家ですから、まあ、ある意味ごねどくというようなことがありますんでですね、何か一つのことをきっかけにですね、まあ、イチャモンという言い方ありますけれども、文句を言ってですね、これは、協定違反じゃないかとかですね、非関税障壁じゃないかと言ってですね、まあ、仲裁裁判にかけて、それで多額の賠償金をせしめようというですね、そういう悪意のある乱訴が行われる可能性って私十分あると思ってですね、で、私はさらにですね、ISDS 条項やラチェット規定を入れたことを含めて、米韓 FTA は韓国にとって大失敗だと思っているんです。現に今大騒ぎになっています。で、一方ですね、韓国は米を守ったと、みかんでもなんとか最小限の譲歩を勝ち得たと言っている人もありますが、確かにそうセンシティブ品目である程度守ったんですが、この ISDS 条項やラチェット規定を入れたことでですね、私は基本的にこれはもう大敗北だと思います。これある意味ですね、女子フィギュアで金メダルを勝ち得たけれども、国全体としては、ね、金メダルそのたった1個で他で全部負けているというのは、ね、そういうまさに鳥の五輪のような結果だと思っていますので、そうならないようにですね、やっぱり全体の中でやっぱり我が国の国益を考えてやっていただきたいと思います。で、その一つがですね、私は混合侵入だと思うんですね。これはいろいろあるその21分野の中でアメリカが一番関心を持って、見ているところだと思うんですけれども、これ先般ですね、アメリカがその混合診療については、解禁を求めないので心配するなというふうに述べております。で、私は実はそのこと自体、つまりアメリカがこれ多国間協定なんですよ、バイじゃないんですよ、そのTPP の多国間協定の交渉内容について心配するなと言っている事実こそが、 TPP がまさに、事実上日米 FTA であり、
TPP がアメリカの圧力団体の主導で動いているんじゃないかなという調査であってですね、で当然あのアメリカ政府がそういう心配するなと会見を今後週の会見を求めませんと言ってもですね、当然その圧力団体である各種団体の意見でですね、やっぱりじゃあ求めようと会見を迫ろうということに立場を変更する可能性って私十分あると思うんです。ですからその点について私の心配が急であるのかあるいはどうなのかということを大臣ぜひお答えしていただきたいです。委員長、はい、あの現場外務大臣今後診療の方は山口副大臣から答弁、してもらおうと思いますが、先ほどの IST なんですが、これはですね、私はその日本企業をね保護するためにも必要という側面があるということはご存知の通りです。まあ、ただ相手がアメリカだからっていうお話だと思いますので、その点については留意しなきゃいけないと私も思うんです。つまりはこれまで乱訴の傾向があったという意味でですね。ただですね、確かに日本は24の投資協定、これ全部 ISD 条項ありますし、世界全体に確か3000くらい投資協定あると思いますけど全部入ってますので、じゃあ今度ですね TPP に仮に交渉入った時に ISD を入れないかといえばですね、私はやっぱり入れるべきなんだろうと思うんです。ただその時にですね、公共の利益だとかですね、そういったことに対してきちっと例外措置を取っていくとかですね、乱訴にならないようにですね、対応していく、そういうことについて留意が必要なんだろうというふうに思いますので、まあ、あの米韓 FTA が完全にその、まあ、我々政府として第三者のですね、第三国間 の、 あの FTA を評価するというのは、まあ、控えなきゃいけないんですけど、まあ、それだから全部敗北かというとちょっとですね、私は違うのではないかという感じがするということだけはですね冒頭申し上げておきたいと思います。委員長、はい、山口副大臣アメリカとの関係でまあ、いろいろ局面あると思うんです。でこの間来たウェンディ・カトラーという例の USTR の代表法で彼女とよく会話してるんですけれども、その今後診療に行く前にまず私よくこういうこと言ってるんです。というのはアメリカが例えばオバマさんが大統領で輸出を増やして雇用を増やしたいと、じゃあその輸出を吸収できるのはどこの国だと、ペルーですかと、ベトナムですかと、マレーシアですかと、シンガポールですか、チリですか、違うでしょ、オーストラリアでも無理でしょと、日本しかないじゃないですかと、我々10年後に大きなこれが代理の花になることは分かっているというか確信してますけれども、ただ最初の年数年間においては必ずしもスムーズにバラ色になるとは限らない。だけどアメリカがそういうふうにやるということを、それを日米でもってきちっとその吸収して、その1対1、1+1が3になるような、まあ、そういう TPP にしたいということをまあ言ってるわけですね。そういう意味で野田総理あるいはまあ現場大臣はじめそういうことを承知でなおかつ OK したんだから、保険とか医療とかであんまりそのアンリーズナブルなことを言われると我々非常に調子悪いよということでですね、かなり強くものを言ってるんです。でそれはカトラー通じて向こうの政権内にもよく伝わっていると思います。もうそういう意味ではですね、我々日本が万が一参加できないとかなったら一番困るのは私はアメリカじゃないかというぐらいの気持ちでものを言ってるんです。でこの今後診療についてはその、まあ、今のところ そういうことも受けてでしょうかね。カトラさんがこの間3月1日にいわゆるこの太平洋地域でアジアビジネスサミットっていうやった時にいくつか言ってる中で、まあ、いわゆる日本の中に我々まだ交渉参加してないことによっていろんな懸念が表明されてるんで、まあ、順番にそれに対して直接答えていきたいっていう意味で言われたんだと思うんですけれども、日本の国民医療保険制度を民間ベースの医療保険制度に変更を求める、そんなことは全く考えてないとか、あるいは今後診療に関して日本の制度変更を求めるものじゃないとか、まあ、他にもいろいろその専門家の資格や免許の総合承認求めるものじゃないとか、いろんなことを順番にずっと言ってるんですね。だからそういう意味で決してその彼女がそういう気持ちっていうのはその下心あってこう言ったというよりも、日本の中にある懸念を少しでも解消できればと、自分たちの真意が伝われればということで言ったように私は思ってます。それで今後診療に関しては、ね、こうだと思うんですね。要するに例えばすでにもう日本の中で実は今後診療は運用ということで行われているのが
一つの例として評価療養で、例えば先進的な医療について、この私の地元にテクノポリスっていうのがあって、そこに重粒子線治療センターってあるんです。でそれ保険外診療で、例えば前立腺がんだとほぼ 100% 治るんですね。ただし保険外診療ですから300万円かかると。だからそういうことはすでに保険外診療として運用で評価療養という形で認められているものですから、まあ、仮に万が一将来ですね、そのカトラさんと違うような考え方の人がこの混合診療みたいなものを議論してきたとしても、私たちはすでに運用でやってるわけですから、あとはそれを一つ認めるのか二つ認めるのか、あるいは認めないのか、その交渉の話になってくるもんですから、そういう意味では我々はきちっと交渉することによって日本の国民皆保険を守るというところを基本に据えたいと思っています。はい、友人、あまり時間ないんで、まあ、保険外診療を認めるということは、まさに国民皆保険制度を解体に導くということになりますの で、 です、ね、やっぱり慎重にならなきゃいけないということとです、ね、先ほど副大臣、アンリーズナーのことを、ね、言われないようにというふうにおっしゃいましたけれども、ね、これまで の、 戦後の日米経済交渉史を見るとです、ね、そういった理不尽なことをいろいろ突きつけられながら、まあ、外務省のあるいは経済産業省の交渉の前線に当たっている方、その他の省庁の方が頑張って、まあ、押し戻したりしたんですけれども、まあ、結果として押し切られたようなこともたくさんありますのでですね、ここら辺はきちっとやっぱり日本の国益を守るという観点からですね、むしろ皆さんにね、外務省の関係者の皆さんに頑張っていただきたいなというふうに思います。で次に時間もないので ODA について伺いしますけれども、私はですね、ODA は我が国の国際貢献の最大の手段であると思っています。外交の最強の武器だと思っています。ところがですね、私が実は昔外務省におりましたけれども、平成9年にピークにしてですね、それが現在に至ってはその半減していると、もうとても信じられない有識事態であります。私ははっきり言って ODA はもっともっと拡大するべきだと思っておりますが、この点についてですね、大臣のお考えをお伺いしたいと思います。現場外務大臣、ありがとうございます。木内委員がおっしゃるように、私もこの ODA は日本の外交の最重要ツールの一つであるというふうに思ってます。ですから私もですね、外相になって14年で半減していると、この状況は非常に深刻であるということで、内向き志向の脱却の象徴ということで、何としても24年度予算から反転させたいということで、まあ外務省所管分はですね、若干ではありますけれども増やしたということで、なんとかこの反転の端緒を開いたと思ってますので、この流れを確実なものに、しっかり上げていけるようにですね、したいというふうに考えております。はい、友人、はい、ぜひですね、財務省に負けないようにですね、頑張っていただきたいと思います。でこの関連でですね、昨年3月の震災後ですね、2011年度第一補正予算では、まあ、ODA 関連予算が全体で約1割削減ということになっておりますが、あれだけですね、世界の国々の人たちがですね、それこそ開発途上国の皆さんも含めて日本の震災原発の事故に対してですね、いろんな形でバックアップ応援、してくださった中でですね、削減というのもなんかあってはならないこと、逆にお返しでODA を増やしてですね、ありがとうと感謝をするのが私は日本の国のあるべき姿だと思うんですが、この点について大臣どう思われますか。現場外務大臣。まあ、あの当時、まあ、やむを得なかったんだろうというふうに思っています。まあ、私も政調会長ではあったわけでありますけれども、まあ、本当にこういう ODA 予算をですね、ここまで削っていいのかというのが、まあ、率直な私の印象でありましたが、まあ、トータルとしてそういう形で決まったということでありますが、まあ、その後3次補正とか4次補正でですね、この ODA の関連について、増やしてきたということもございますし、まあ、やむを得ず一時的措置として取らせていただいた先ほどの一次補正の予算も、これはいわゆる円高というものも活用して国際機関の拠出というものに特化していったということもありますので、まあ、いずれにしても私はそういうことも含めてですね、危機感を持ちまして24年度予算からですね、なんとか増やしていくと
ということで、今やっておりますので引き続きのですねご支援をお願い申し上げたいというふうに思います。はい、九一委員、ぜひです大臣お願いいたします。で、OD の関連です。もう1点ですが、中国のですね、対外援助についてですが、昨年初めて中国が対外援助白書というものを発行したそうであります。で、ただしですね、今のその中国がですね、もうある意味、あるときは開発途上国、あるときは他の開発途上国を援助する先進国のように、立場を使い分けていますが、具体的な例を挙げるとですね、例えば心もとないその国やですね、ガバナンスがない心もとない国や人権状況の劣悪な発展途上国に対してもですね、積極的に援助をやって、新中国派を作っているような状況なんですが、これは私は明らかに国際社会の規範ルールに反していると思うんですけれども、この点について大臣はどうお考えでしょうか。はい、中野政務官。今委員ご指摘のとおりですね、中国を含めてのその新興国の援助は非常に早いペースで拡大しておりまして、その中で特に中国におきましてはですね、委員おっしゃるとおりその不透明性というのが国際社会でも今かなり課題として出てきております。その中で、例えば昨年の韓国で釜山の、ハイレベルフォーラムという援助会議がありました。私もその会議に出席をさせていただきましたけれども、やはりその場でもですね、本当に各国からその新興国中国を含めてですね、もっとその透明性を高めてもらいたいと、で説明責任はしっかりと果たしてもらいたいということがですね、非常に中心的なテーマになっていました。我が国としましてもそういう国際会議の場でですね、しっかりとその中国含めての新興国に対してその透明性、説明責任を果たしてもらうということは訴えをさせていただいています。またですね、中国との場合 の, 関係におきましても、例えば、その第三国援助に関する日中の対話ですとか、あとはその日中メコン政策対話ですとか、あとは日中ハイレベル経済対話ですとかね、あとそこに韓国も含めましたアフリカにおける日中韓の政策協議、こういった場でもですね、今委員ご指摘の点についてはしっかりと働きかけをさせていただいておりますので、今後ともその働きかけは続けていきたいと思っております。はい、金一委員。ぜひ今政務官おっしゃったようにですね、透明性、説明責任しっかり果たすように働きかけていただきたいと思います。最後の質問に移りますが、アメリカ、中国と来ましたのでですね、ヨーロッパに目を向けますが、戦後我が国はですね、アメリカやアジアとの関係を重視してきておりましたけれども、私はですね、基本的価値を最も共有しているのは欧州だと思っています。国の規模あるいは歴史を伝統を大事にするという観点からですね、非常に近似性があるんですね。で、今欧州は債務危機に陥っておりますけれども、これは対岸の火事というふうに見るのではなくてですね、日本としても何らかの形でバックアップ、これはお互い様、さっきお互い様というような話をしましたけれども、日本も震災原発でいろいろ大変な目にあって、世界の国からですね、みんな応援してもらったわけですから、やっぱりそういうお返しというのが大事だと思いますし、また今TPP をはじめとする経済連携に今一生懸命力を入れておりますけれども、私は慎重反対ですが、日 EUEP はもっともっと私は強力にですね、推進していくべきだと思います。やはりアジア、アメリカという太平洋の関係も大事ですけれどもですね、やはり、欧州というですね、国との関係をもっともっと強化することが我が国の、バランスを取れた外交に資するのではないかなと思いますが、その点について大臣のご紹介を。現場外務大臣。まさに今おっしゃった通り、国際社会の一つの局を EU は成していて、これは基本的価値、例えば民主主義あるいは法の支配、そういったものについて、あるいは基本的人権もそうですけれども、これは共有している、まさにパートナーであるというふうに考えておりますので、一層ですね、連携を強化しなければならないというふうに思っています。で、EUとの EPA でありますけれども、これは私もというより日本国政府としても積極的に推進している考え、方針であります。で、今スコーピングをしてまして、特に非関税障壁の分野などでですね、政府調達はじめですね、いくつかについてまだまとまらない状況でありますけれども、
この EPA、EU との EPA につきましては、しっかりと交渉をですね、推進をしていきたいというふうに考えて、いるところでありまして、特に日本と EU の首脳が集まるような場でですね、何らかの進展が得られればなというふうに思っています。時間が来たのでこれで終わりますが、まずですね、日 EU EPA を最初に取り組んでいただいて実現して、 TPP はいろんな懸念がありますので、慎重にじっくり時間をかけて、やっていただきたいと申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。これにて木内稔君の質疑は終了いたしました。